青春エンターテインメントムービー、僕は友達が少ない。恐怖の装飾は止まらない。目をそらしてはいけない、そう思えた。それが運命なんだって。大沢有馬サスペンス、東亜の人、4月5日夜9時放送。徹底的に潰しますんで。たぎってきたね。やっと帰ってきた私たちのお嬢。ミックス。ちゃんと大事なもの見つけてんだね。私が歩きたかった本当の人生をここでならきっと見つけられる。私のハワイの歩き方。互いに双子として存在していたものが何らかの原因で一方がもう一方に吸収されて成長して、その存在が脳死という形となって体の一部に残るんです。どうして私を産んでくれなかったの。野球部のするべきことは感動を与えること。南は私のヒーローだから。今思いは一つになる。真摯に一人で。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、無駄なことすんなよ、帰れ。目が覚めて自分の夢叶える場所やっと見つけた気がする。私たちは運命の出会いをしてしまった。ランウェイピート。死体はなかった。さあ始めよう。